北朝鮮の労働新聞が豊か検査と核実験場廃棄の意味を強調し、核兵器のない世界建設のために自ら定めた時刻表通りに進んでいると28日、明らかにした。北朝鮮労働党機関紙、労働新聞は28日、論評で、党中央委員会第7期第3次全員会議の決定を貫くため、 誰が何と言おうと、どこでどんな風が吹いてきようと、我々が定めた軌道に沿って、我々の時刻を表通りに進んでいると述べた。新聞は、各実験場廃棄と関連して我々の主導的な措置が大きな国際的反響を呼び起こしていると述べた。続けて、核兵器のない平和な世界。 人類の夢と理想が実現され自主化された新しい世界を建設するため、世界の平和愛好人民たちと固く手を握って進むという我々の不動の意志はこれからも一抜きして継続されると伝えた。北朝鮮は先月20日、第三次全員会議で核実験 ICBM 発射実験を中止し、 この日の論評には非核化への意思を強調し、非核化交渉で米国に引っ張られないという意思を示す意図が込められたものと解釈される。